あの事件が起きてすぐ俺は捜査から外された。それが組織の出した答えだった。さあテレビの前のみんな、一緒に正義の味方ゼファーマンを呼ぼう。みんなのピンチを救ってくれる悪を許さぬスーパーヒーロー、ゼファーマン。俺らは怪盗団で、あなたの近くに悪人はいませんか？ヒーローが大使に伺います。話聞いてます？怪盗団誕生だ。人格の表現、異常行動、精神暴走、犯人はお前なのか？どうしよう、全部私たちのせいにされてたら濡れ衣なんて晴らせない。それはあいつが信用するか？させるしかないだ。出なければリーダーの身が危うい。連れて行くしかないわね、ジェイル。あ、どうした？何のコスプレだ？怪盗団の真似をしたらこうなった。怪しい 200% 超えだね。私たちは共犯関係よ。こいつはつまり取引ってやつだな。怪盗団は事件解決のために利用するだけだ。いざという時は躊躇せず見捨てろ。いくら冤罪だと主張してもお構いなしに逮捕する連中がいるってことだよ。夢物語に付き合っていられるほど警察は暇じゃないって笑われてしまったよ。悪党を倒すのに俺らまで悪党になってどうすんだよ。このままじゃお前自身も傷つくことになる。おい、あれはまさかジョーカー？カバレだと思っても、どこまでも過去が私を追ってくる。殺人などありえない。いずれ時が来る。警戒されて当然だな。最悪消しに来るかも。それでも我が輩たちは改心を選ぶ。だから心の怪盗団なんだよね。行こう、奪われた願いを盗み出す。人々を救うため抗うことを選ぶのですか、トリックスター団。何にしようか。風だ。もう一度やり直して。こんなことでつまずくような弱い思いではなかったはず。おかしい、崩壊してねえぞ。全て真実よ、目の前に広がる何もかも。